いまいち腑に落ちない。ここはスティーカフェ。50過ぎのおっさんが覚えたてのスイーツを作り、そして食し、一杯のコーヒーを飲みながら一人語りをする場所。皆さんこんにちは、アスティです。小腹が空いたので今自分で市販品を利用してパフェを作ってみました。作ってるだけでなんかお腹いっぱいになってきちゃったんですけども、とても美味しそうです。はい、これは下にチョコフレークとくるみを敷き詰めて、その上にヨーグルトですね、ヨーグルトを乗せて、そしてその上にマンゴーゼリーですね、それを乗せて、さらにヨーグルトを敷いてマンゴーゼリーの残りを乗せました。これはクッキーを添えて、あとは生クリームですねをホイップしたもの、そしてトップを入れてみました。はい、なんとなくカッコつきましたかね。はい、でアイスコーヒーです。うん、美味しい。このアスティカフェでは普段僕が思っていることとか、あとは世の中の出来事なんかについてちょっと疑問に思ったこととか、違和感であったりとか、あとは過去に起こった出来事なんかを振り返って皆様と楽しんでいけたらなぁなんて思っています。どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、ちょっといただいてみたいと思います。じゃあマンゴーのところをジャムがいっぱいついてるところからいきたいと思います。うん、美味しい、美味しいです。うん、ちょうどこのマンゴーゼリーとあとヨーグルト、あと上にかかってるマンゴーソースがですね、すごくマッチしてます。うん、美味しいです。これさっぱりしてて、なんか結構満腹でも入っていきそうですね。これ夕食後のデザートなんかにいいかもしれないですね。うん、美味しいです。このアイスコーヒーの氷の音がいいですね。なんか涼しさを感じます。はい、今日は少しコロナについて疑問に感じたこと、なんか違和感なんかを少しだけ話をしてみようかななんて思います。ようやくなんか都内のコロナは一段落してきたのかなって感じがしますね。昨日が2桁台になったということで、ちょっとほっとしました。このままどん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 突き進んじゃうのかななんて思ってたんでね、すごく不安だったんですけども、ちょっと2桁になったということで安心しました。でそれで一つ違和感があるんですけども、最近は PCR 陽性者イコールコロナ感染者というような表現をしてますよね。ちょっとそれに疑問が生じてしまうんですけども、そう思ってるのは僕だけなんでしょうかね。そもそも PCR 陽性者の中にはなんか発症してない方がかなりいらっしゃる、4割ぐらいいらっしゃるという方いうことなんで、そういった発症していない方なんかも、なんて言うんでしょう、感染者と呼んでしまうことに何か抵抗がありますよね。なんかもし自分だったら、発症もしてないのに病気にもなってないのに、なんか感染者ってあまり呼ばれたくはないですよね。いつからそんな呼び方になったのか
ちょっと不思議ですよね。はい、PCR 陽性者をコロナ感染者という形で発表するのはなんとなく違和感があります。僕は医療に関しては、まあ、分からないですけども、医療というのは基本的に患者さんが症状を訴えて、そしてその症状に合わせてドクターが治療をするという形だと思うんですけども、症状がない人には治療できないですよね。治療しなくていいんじゃないですかね。それをまあ、コロナに限って言えば、症状がない人も、まあ、隔離をすることによってそこで一定期間を観察して医療も施されているということで、うん、症状ない人に医療を施す必要あるのかななんて思うんですけども、ただこれは二類感染症という隔離に入っているので、そういうふうになっちゃうんでしょうね。症状が出ない人が4割ぐらいいるということであれば、もう二類感染症の括りから外しちゃった方がいいんじゃないかななんていう、これは自分勝手な見解なんですけども、私個人的な見解なんですけども、そうした方がなんかスムーズにいきそうな気がしますね。みんな隔離されちゃうからとか、そういうことで PCR 検査なんかも受けないんじゃないでしょうかね。そんな気がします。でこれちょっと時間置いちゃったんで、下のフレークがですね、ちょっとヨーグルトの水分を吸い込んじゃって、ちょっとパリパリ感が失われちゃいました。でも美味しいです。もう少しサクサク感が残ってればよかったですね。でもメープルシロップが効いてるくるみも一緒に入れてますので、そのくるみの歯応えが、とってもいいです。この半年ぐらいの、そうですね、報道ってほぼ全てがコロナの話題ということで、コロナの、ね、陽性者がどのぐらいとか、あとは重症者がどのぐらいとか、重症になるとこんなだとか、怖い話しかしてませんでしたよね。なんかすごく違和感、他にもっと重要なこともあるんじゃないのかななんて思うんですけども、例えば香港のことであったり、台湾のことであったり、あれれ、かなり熱がこもってきたようです。この続きはいずれということにしておきましょうかね。ではまたアスティカフェでお会いいたしましょう。尖閣のことであった。世界で何が起きてるのかさっぱりわからなくなってしまいました。